おはようございます、こんにちは、こんばんは、純子松です。ですね、9月9日、今日のカップラーメンはこちら、来々亭監修の、うま辛麺ですね。こちらをいただきます。それではお湯を入れていきたいと思います。遊びに真面目純小松チャンネル。はい、今お湯を入れてきて、5分が経ちました。こんな感じですね。見えるかな、こんな感じですね。それではこの液体スープとこの後の調味料を入れていきたいと思います。エースコックさんで、エースコックさんの新作なんでね、まあエースコックこう曲がり角がある山や谷があり、海や川があり、雪や雨が降り、それで今があり、ここに俺たちがあり、幸せたくさんある。今は適当じゃない、適当なこと言ってるわけじゃない、落ち込む暇はない。やばい、やばい、色色がやる迷う暇なし、乗り出せないよ。うまかエースコックの、来々亭監修、マカラム。それでは凶悪な色だけそれではいただきたいと思います。麺の太さはこんな感じですね。スープばっかっかっす。麺はうまいです。でもスープも結構おいしいですね。コクのある背脂の中に辛さがありますね。ピリッと辛い、ピリッと辛いスープですね。エースコックさんにしてはうまいですね。スープにしてはそんなに辛くなくて、まあ美味しいですね。まあ、ピリッと辛いんで、まあペヤングさんの極激辛よりは
いんじゃないでしょうか。こちらも、辛いもの好きな人には多分ちょっと物足りないかもしれないですけど、辛いの好きな人にはおすすめですね。これ以上はちょっと明日やばいな、すごい赤いですよね。赤いっす。でもコクがあってスープも美味しいっす。はい、それでは来ました。ごちそうさまです。ですね、明日失礼しました。明日はですね、いよいよ今週の新作カップラーメンシリーズ、はい、最終回ってことで、こちら日清の辛麺、明日はこれをいただきたいと思います。はい、それではまた。